はい、お疲れ様でございます。2023年のユーチューバー事情ですけども、今年ね、2022年は結構ユーチューバーとして有名になった人が、まあ、廃業する例が散見されたんですよね。まあ、例えばね、あんまりいい YouTuber さんじゃないんですけども、ヘズマリュウって方は、もう YouTube がもう二度と作れない。そればかりか、SNS を全てね、そう閉鎖されて、あの、まあ、ちょっとしたガーシーみたいなもんなんですけども、この人はやっぱりね、 迷惑系ユーーーチュバっていうのを、まあ、自称していたところもあったり、まあ、有罪判決が出たりとかねうんちょっとまあ全然良、えー、くない例になってしまっちゃいけないっていうんで各 SNS がこういう人が有名になるのを規制しないといけないって。 っていいう,うにねね動いたんでしょう、ね、この方はもう今建設会社で朝から晩まで汗まみれになってやっぱり地道に働いてるみたいですね。で SNS を使いこなせないとまあこうなってしまうっていう一つの例だったかなとせっかくねせっかくでったらあれですけども本当に良くない例なんですけども有名になったところできちんとね方向性を改めてやり方をきちんと整えていけばこういうことにはまあならなかったのかなと思うんですよ。やっっぱ悪悪名名は文明に勝るんで悪名であっても まあそこそこ有名になったらね打つ手はあったんじゃないかなと思いますけども、まあ、その上でさらにね傍若無人をやってしまったってところが、うん、知名台になったんではないかろうかと思いますね、まあ、この人は有名にならなくてもうしょうがないかなと消えていってもしょうがないかなってことですねそれからあのラファエルさんっていう方がねカレーパンのプロデュースを始めたらしいですねでこれもやっぱり YouTube としてはもう先がないっていうふうに考えたのとあと何件かちょっと事件があったんですよね 詳しくはは知ららないいんんで私からは言いませんけども、まあ、とにかく YouTuber のラファエルさんプロデュースって感じで、まあ、カレーパンなり飲食店なりをプロデュースすると今現在進行形で YouTube の更新が止まっていてもあの視聴者さんがね勝手にこう YouTube でう要するに再生数が少なくても100とか200の再生数であってもそういう人が1万人規模で。 視聴者さんが YouTube をアップロードするとまあそれはそれで100万とか200万っていうファインになりますからねでまあカレーパンごときはまあ買えない人はいないと思いますんでどんどん売れていってそっからの、まあ、ビジネスモデルが展開できるってことなんでしょうそれからコムドットっていうのもね私ちょっと知らなかったんですけども結構300万人ぐらいのファンがいる YouTuber さんなんですよねまあでも YouTube で生活してる私でもコムドットみたいな300万人の 有名人ででも知らなないわけなんですよつまり YouTuber ってあまり知られてないんですよ、うん。で、コモドットさんを知ることになったのは、これもね、先週チャンネル登録したんですけども、DJFOX、DJ 社長。<laughs> まあ、あれも400万人ぐらいの、あれでしょ、チャンネル登録がいるんですよ。で私、チャンネル登録してなかったっていうか、動画見たことなかったですからね。もう、そんなぐらいの,その影響力なんですよ、実は。YouTuber って有名なようであっても、 YouTube で暮らしてる人ですら知らないような有名人っていうのがそのコモドットさんも今回再生数でやっていくことがなかなか難しくなっている要するにその YouTuber として出てるって言っても再生数稼ぐためには裏のスタッフっていうのは結構いてねその経費の維持費っていうのがね割とかかるんですよね。ロケに行けば経費膨らんで その分だけじゃあギャラもらえるかっていうとギャラじゃなくって YouTube の影響力でもって自力で稼ぐっていうのがまあ基礎にありますんでねでなんかこの3年ぐらいあの芸能界とかね舞台活動ができなくなったいわゆるまあもともとの有名だった芸能人が緊急避難的に YouTube の世界にドーンと入ってきてただ、えー、でさえ残り少なくなったパイを食い尽くしてしまったっていうのがその YouTube の広告収入のまあ内訳なんですよね。 まあでも私とかは全然別の方向行ってるんでそれこそ視聴者さんなんて100人いれば十分やっていけるわけですよ100人の方に対してその方たちの問題解決をしていったりとかねそれこそエンンターテイメントじゃないんですよあの楽しませるものっていうのは家計が苦しくなると我慢するって選択肢がありますけどもあの状況を変えたいとかね困ったをなくしたいとかね苦痛から逃れたいってものは人は真っ先に手を出すんですよ まあですですの例えば今の時期だったらお金がなくてねクリスマスプレゼント十分に買ってあげられなかったよっていう悔しい思いをされてる方とかっていうのは来年はこれからはこういうふうな目に遭わないようにするぞってことで実はねお金の問題解決の意欲ってむちゃくちゃ高まってるんですよ。で年末年始って時給の高い仕事が多いんでまさにそういうところに多くの人が行くっていうのは年末年始に悔しい思いをしてる人がいるだろうからまあちょっと時給を上げると本当にねあの 人って集まりやすくなるんですよね普段働けるのに働かない人がどれだけいるかってことなんです実はこの時期に焦るってことはねで来年からは絶対にお金の問題解決しようと思ったらやっぱりこうお金を稼ぐ系ののセールスっててがこれまた、ね、伸びていくんですよね、まあ、ですんでのクリスマス終わってから年末年始のあたりまでそのお金を稼ぐノウハウをセールスしないことその商品持ってるのにセールスしないことってものすごく機械損失を起こしてるんですよね だから、ユーチューバーとして有名になった人も実はね広告収入を目当てにしてエンターテインメントの動画を作り続けるよりもファンの数なんて本当と100人とかね50人とかもっと言ったら1人でもいいわけなんですよ。その1人の人はあの自分の苦痛から逃れたいために検索してユーチューブにたどり着いているわけですからその人の問題解決をするのにいくら出せますかっていうような問いかけをするだけでセールスは終わりますからね。 そそれこそお金の問題全然気ににしませんって人には響かないと思うんで,すけどもでもそういう方には健康とか恋愛とかそういった問題解決も待ってますんで、うん、私たちその弱小 YouTuber 底辺 YouTuber っていうのは目立たないけども多分有名人よりも振れれば小さくねやっていけるんじゃないかなと思いますね、まあ、ですので2023年の YouTube のビジネスモデルとしてはそのアクセスを稼ぎまくるっていうよりもね何に困ってる人と出会っていくかってことになると思います。 それじゃ引き続きよろしくお願いします。